以前スパチャをしたナパームと YouTube チャンネルです。カンボジア人がメンバーにいるので、人気のカンボジア映画の吹き替えをしたらいいというアドバイスをしていただきましたが、カンボジア語の喋れないカンボジア人なので、吹き替えができないことに気づきました。何なのじゃ、日本人なの？で、チャンネル登録者数は2週間前から30人くらい増えて53人になりました。何でも大丈夫なので、また企画のアドバイスをしてほしいです。お願いします。でもさ、カンボジア人売りなのにさ、カンボジア語喋れないってさ、そういうの、カンボジア住んでもいないんじゃないの？大丈夫なの？そういうの、何なの？本当にカンボジア人なの？まあ、とりあえずカンボジアの、じゃあその流行ってる料理とかを、そのカンボジアでこういう料理流行ってるんだよっていうのをレシピを出して、それ料理する動画とかっていうのをやってくれれば、まあそれなりにそのカンボジア料理に興味がある人だったら面白いかもしれないですけど、カンボジア語喋れないんだったらレシピ知らねえだろっていうので、ちょっと詰んでる気がしますよね。すいません。